ノクさんこんにちは。メッセージありがとうございます。今回はね、お金に関して稼ぐ、増やす、守るっていうのがありましたね。私の場合はね、これをね、すごくちっちゃなフェーズでやってるんだと思うんですよ。例えばね、100万円稼いだら、それを増やすために多分 10% ぐらい乗せるんですよね。だから110万円するでしょ。そしたら今度は100万円を守って10万円で勝負するみたいな感じですよね。だからこのね、この稼いだお金の全部が余剰資金という考え方じゃなくて、本当にそのうちの一部を使って、リスクの高いことをやっていくって感じですよね。私のリスクの高いっていうのは、もう投資に入ったら全部リスクが高いと思ってます。ビジネスっていうのは、特に情報ビジネスっていうのは0円からお金を生むことなんでね。だからリスクがないんですよ。失敗してもゼロのままと。うまくいったら全てがあらりのことをやるわけですから。だからその稼ぐっていうフェーズを私の場合はマスターするために、まあアフィリエイトからね始めたわけですけども、アフィリエイトもね元金がいらないんですよね。ただサイトを量産しただけなんですよ、言ってみれば。まあそれによって、大体ね、月収でいうと300万とか、まあ悪いとも時でも200万っていう世界を実現して、まあそうなるとね、余剰資金が生まれてきますよね。で、余剰資金をいろいろと、まあ、分散していった形です。で、投資に関してもノクさんが言われた通り、私はですね、基本的に 1% が許容限界だと思ってます。だから100万円持っていたら1万円しか投資に使えません。 FX もそうですけども、今ねロット1で FX やってます。ドル円を100万円を入れて1回のエントリーで1万円を投入するっていう感覚です。その投入した1万円で3万円を取りに行くって感じですよね。で、リスクヘッジがその反対のリスクリワード3対1なんで、まあゼロになってもいいかなって感じですよね。だからそう思うと1万円を使って3万円を稼ぎに行くっていうのが私の増やすフェーズなんですよね。で、これが1万円がね、仮に3万円を狙いに行ってなくなっても残り99万あるわけですから、まだまだ勝負できるわけですね。次は9900円で行くっていう感じです。まあそうなるとね、その増やすっていう行動がそのまま守るも、まあ、兼ねているんじゃないかなっていうふうに私的には思ってるんですよね。そしてですね、超ベテランのインフルエンサーで力のある女性でもね、数億円損してしまうことがあると。これね、まあ私はその方がね、どういう気持ちでやられたのか分かりませんけども、やっぱりね、その失敗というのかどうか、まあ得意分野でいるときに結構ね、大きな負荷で負うことがあるんですよ。それは得意分野だからですよね。だからこの分野は自分は得意分野ではないと思ったら慎重に行くんですけども、自分で慢心すると言いますか、得意だと思ったらそこに隙が生まれて、そこにはね、いろんな罠が待ち構えているわけなんですよね。まあ、もちろんね、その女性の方が別に私の考えたように失敗をしたとかね、油断があったっていうふうな、そんなね、評価をするわけはないです。私はそういうことではなくて、まあ、私だったら自分に対してね、いろんな案件が来た時に、自分の力量に、こう力量ですね、自分の力量に見合ってるのかどうかってことをよく考えます。例えば私がですね、5億とか10億とかっていうものに勝負するのは、これはね、もう完全に私の力量外なんですよ。私がどんだけ頑張ったところで、やっぱり100万円単位の利益が見込めるかっていうのが、まあ精一杯ですね。勝負に勝ったら200万300万になるんじゃないのっていう形で、まあ数十万を投じるみたいな感じですね。まあその辺ですかね、私が考えてるのは。私の人生にもうね、10億20億単位の話には来ないと思ってるんですよ。だから要するに天井に蓋をしてます、私は完全に。まあだからこそ私はもっともっとね、まあ、いわゆる単純には言えませんけども、サラリーマンの平均障害所得ですね、これがだから3億円弱と言われてるでしょ。だから私も同じぐらいの金額を目指してるだけなんですよ。まあそれ40過ぎてね、40過ぎて、まあ、3億円ぐらいいきゃいいかなって感じで、最初の、まあ、1億5000万ぐらいはもう あったかなと、できたかなと思いますんで、1億5000万で納税を払って借金返して家も建ててって感じです。だからね、私はね、だからいわゆるサラリーマンさんの生涯をかけたレースのうち、家のローンを払うっていうところは終わってると思うんですよ。それだけでも十分私はね、もういい暮らしだなと思ってますし、しかも私毎日今ね、出勤してるわけじゃないんでね、もうね5年間にもなりますけども、自分の店も会社もやってません。こうなんていうんですかね、商売をしてるっていう形にはないですね。まあ普段こういうふうに自由な時間過ごさせてもらってるんで、まあそれが2つ目の、平均的にはちょっとうまくいってるところかなと思います。家っていう住まいのランニングコストがなくって、普段の食べるっていうことにあんまり気を使わなくていいという感じですかね。まあ衣食住といえば、食べることと、あと着るものもそんなにね、お金がかかるの暮らしでもないですしね。まあ、ノクさん言われたように、私はちょっとバランス取れてるなっていうのは、やっぱりね、すごくバランスを気にしてるんですよ。で、前回もちょっとお話しましたけども、ファイルコインってやつがありますよね。これに41万1000円突っ込んでるんですよ、私は。多分パーになるだろうなと思って突っ込んでるんですよ。で、片方ではビットコインを持ってるだけっていう放送も同時にしてますよね。だから持ってるだけのビットコイン。を
持ってるんですよ。持ってるだけのビットコインね。でそうなると今ビットコインが当時はね95万ぐらいだったんですけども、私68万でビットコインっていうのはねある枚数買ってるんですよね。で95万が限度だよって言って、そのファイルコインに、まあ、投じた時にビットコインをねちょっとだけ買い増してるんですよ。でファイルコインはまあ実質飛んだんかなと思いますけども、ファイルコインねまたかみたいな感じですけども、でも持ってるだけのビットコインがリスクヘッジをしてくれて、こっちとこっち合わせるとプラスなんですよね。うん、だからどっちかに全力投球するっていうのは、まあ、私の中でちょっとないかなと思います。だから攻撃がそのまま守りになっている、増やすという攻撃がそのまま守りになっていると。でもそんな中でも最悪のケースではこっちもこっちもダメでしたってこともあるんですよ。ビットコインがね値上がると思ったら値下がって30万になっちゃったみたいなこともありえると思うんで、そうなったら私はまた稼ぐっていうところに行くしかないのかなと思うんですよね。で稼ぐっていうのはいつでもできます。で増やす守るっていうのは結構ね、バランスよく見ていかないといけないんじゃないかなと思いますね。うん、それはもう私が自分のお金を運用するときはそういうルールです。私以外の人がやるときにはまた別の基準があると思いますし、そしてねやっぱ何がしかの投資活動をする方っていうのは、まあちょっとした目論みがあるんでしょうねきっとね。まあ下心というか水心というかね、そういうのがあると思いますんで、人にはそういうのがあるのは、ギャンブル精神っていうのがあるのはね、これ止まんないと思うんですよ。かなりそこを抑制しないといけないと、いわゆる修行僧みたいに禁欲生活に慣れていないと、多分ねこの苦しみを突破するために、打破するために一発逆転だって言って、トリプル A にかけちゃうんじゃないかなと思うんですよ。で私はそれをギャンブルに近いというふうな話をねいつもしてますけども、やっぱ自分のビジネスとか投資がギャンブルになってはいけないと思うんですよ。これ客観的に見たら似たようなものになっちゃうんですけども、でも同じかもしれないんですけども、ギャンブルなギャンブルでどこまでもねロジカルに、やっぱりこうやっていかないとなと、どのぐらいの損害が見込めるかな、どんだけの利益が見込めるかなと、それに対して自分はどれだけの労力を割いて操作できるかなってことを考えてます。だからハイプ案件っていうのは入れた金額を決める以外にその自分のねその結果を左右できるところはないんですよね。だから私はあんまりちょっと参加できないかなと。美味しい話があってもそれを扱える力量が私にはないと思って、まあ見送ることが多いですね。だから年間で本当にねたくさんの何十件となくねお誘いいただきます。それこそ有名な方ね、有名な方にもまず真っ先にお話しいただくんですけども、まあやらないですね。やらないから人も誘わないって感じですね。で自分がやるときでもこれはダメですよと、もうお金にならないですよと、パーになること覚悟して私やってますからねってことを繰り返し言って、それでいくらいくらですよっていうふうな金額もまあ明示するわけなんですよね。多分私がいくらいくらっていうふうな金額をいくことによって、あ久保さんでもそのぐらいしかいかないんだ、じゃあ自分はちょっと抑えとこうかなってなったり、いや久保さんこれはねちょっとビビりすぎですよ、自分はこれだけいきますよドーンみたいな感じで、他の人がどのぐらい突っ込んでるのかっていうところのねサンプルの一つになればなと思ってます。ただ私はね本当にね自分の所得金額に応じて対してですね本当に言ってないでしょで今回 の, ファイルコインも41万1千しか、まあ見方によっては言ってないわけですよ。41万1千しかね。だからこれはね私の1ヶ月生み出す利益の何パーセントかってことで、何パーセント何十パーセントですけどさすがにね、なんですよ。だから月給20万30万の人が41万1千円はちょっとね、行き過ぎだというふうに感じていただければなと思ってます。まあいろいろと話しましたけども、確かにね守るっていうフェーズ、守るために何をすればいいのかってことはなかなか難しいと思います。これはねリスクヘッジっていうのは稼ぐっていう行動をした時からリスクヘッジってあるんですよ。私は情報ビジネスやってます。店舗のビジネスは守るがないんですよね。やるだけでマイナスが積み重なっていくんで、マイナスをどのぐらい、消せるかっていうところがまあビジネスの最低ラインになっちゃうんですよね。でそっからの利益計上ですからね。だから非常にきついと思います。リアルビジネスってのは店舗にしてもね物販にしても、で私は情報ビジネスに変わってますんで、まあ原価はいらないわけですよね。だからリサーチだけ、それから発信することを繰り返していくっていうだけですね。だからそれがもうまさに稼ぐの時から守りがあるよってことで、こけてもマイナスにはとりあえずならないみたいなね。人から金も絶対借りないとかね、自分の手出しでお金を出すこともないとかね、まあそんな感じですかね。もう本当に未だにねポイントサイトやったりとかね、アフィリエイトやったりしてますからね私ね。そうアフィリエイトポイントサイトすごく面白いですよやっぱりね。だって全部利益ですもんね。これからどんどん確定に変わっていきますよ、お楽しみに。で今回はノクさんにちょっとねお知らせがあります。松潤さんというねピアノプレイヤーの方が、弾き語りプレイヤーの方が
速稼塾に参加しております。この方ね、 YouTuber としても活動しだしましたんで、ぜひね、ノクさんからも激励の意味でね、動画概要欄から、まあ、ご覧いただいて、ご挨拶がね、取られてますんで、よろしかったらこのチャンネル登録をしてみてください。そしてたまにはコラボしてあげてみてください。よろしくお願いします。本日は以上です。